回は手足が麻痺していて車椅子ユーザーの僕が服を買うときに気をつけていることを5つほど紹介します。まず1つ目、トップスは肩周りが動きやすい服を選ぶってことです。車椅子ユーザーにとって肩周りの動きやすさってのは分かりきっていることかもしれないけど、改めてマジで大事だと思っています。車椅子を漕ぐときはもちろん、車椅子からどこかに移動するときとか、肩周りが動きにくいと本当に支障が出て日常生活がより不便になってしまいます。特に冬のアウター選びに失敗すると体が動きにくくなりがちなので、慎重に選ぶように気をつけてます。そうなると結局マウンテンパーカーとかが一番動きやすいので、それを選びがちなんですが、でもなんか他に着れるものがないかなっていつも冬になると思ってます。そしてジャケットも体の自由を奪うアイテムの一つですね。最近はストレッチ性のあるジャケットも出てるみたいで、着るならそういうものを選びたいものなんですが、個人的には体の自由を奪うジャケットは、できるだけ着たくないので避けてますし、今後もできるだけジャケットは着ない生活を送りたい次第です。でも観光総裁とかでどうしても着なければいけないシチュエーションっていうのがあって、その時はいやいや着てるっていう感じで、本当観光総裁とかもアロハシャツで出れるハワイの生活が羨ましい限りです。次に気をつけていることは、袖が長すぎないか太すぎないかってことです。車椅子を漕ぐときに袖が長すぎると手のひらの方に下がってきて、車椅子のハンドリムを使う邪魔になってしまうんですよね。そうなると結局車椅子を漕ぐときは袖をまくり上げることになるんですが、でも腕が細いのでまくり上げても動かしてるとまた降りてきてしまったりで、下がってきてはまくり上げ、下がってきてはまくり上げて一向に前に進まず、マジでストレスになります。だから手首がキュッと締まっていて手のひらの方に降りてきにくいトップスを購入するようにいつも気をつけてます。ただこれがなかなか探しても理想的な細さっていうのは見つかりにくくて、店頭でなんとなくこの服いいなと思って手首を見てみると、あ、残念なんてことがよくあります。あと購入した時は手首がしっかり締まってたのに洗っていくうちに伸びてしまって結局ダルダルになってしまうパターンとかもあったり、なかなか理想的な袖周りの服を探し出すっていうのは難しいんですが、でもそこに妥協して購入しても結局後々着なくなってしまうので、そこは気をつけて購入するようにしてます。次に気をつけていることは、着やすさそして脱ぎやすさっていうことで、これも当たり前っちゃ当たり前のことなんですが、マジで大事だと思ってます。着にくい服を購入しても結局後々着なくなってしまうパターンっていうのが僕の場合は結構多いんですよね。それで服の着やすさや脱ぎやすさで一番大事なのは伸縮性だと個人的には感じています。細身シルエットでも伸縮性が高いと着やすかったり、逆にゆったりとしたデザインでも伸縮性が低いと着にくかったりしますよね。僕はスキニーパンツをよく履くんですが、細くても伸縮性が抜群だと結構履きやすいですよね。具体的に言うとユニクロのレディースなんですが、ウルトラストレッチレギンスパンツっていうのがありますが、それが伸縮性最高だと思ってて、しかもボタンもジッパーもないので僕はよくそれを履いてます。というか僕はそれの色違いを何本か持っていて、普段はそれだけしかほとんど履いてないですね。あとは手に麻痺がある僕にとってはジッパーやボタンがあるものも着にくいので、そこは必ずチェックしているポイントです。ジッパーものはどうしても避けられないとは思うんですが、ボタンものはできるだけ避けて生きていきたいと心の底から思っております。そして次に気をつけていることは、着ている服が厚くなりすぎて車椅子上での姿勢に影響しないかってことです。冬になると防寒対策で着る服の量が増えてしまうので、その厚みでどうしても車椅子上での姿勢に影響が出てしまうんですよね。夏と冬では着ている服の厚みが違うので、結構座った感じが変わってきます。だから冬の服、特にアウター選びに関しては、あったかいのはもちろん、かつできるだけ薄いものを選ぶように気をつけてます。例えばダウンはあったかいんだけどモコモコしていて、車椅子上での姿勢を考えるとあんまり好んでは着ないです。だけど厚着をしないと冬は寒いじゃんって思うかもしれないんですが、薄いものでも素材やデザイン、フィット感がしっかりしてれば保温性が高いものって結構あると思うんですよね。例えば僕は秋冬パタゴニアのフリースをよく着てるんですが、抜群のフィット感と伸縮性でそんなに厚みはないんですが、ものすごく保温性も高くてあったかいんですよね。
ということで、車椅子ユーザーにとっては姿勢に悪影響を及ぼす厚みのある服はできるだけ避けたいってことで、まあ、そこはいつも気にしているポイントです。最後に気をつけていることは、車椅子も含めた全体のバランスを考えるってことです。車椅子ってかなり存在感があって、まあ、それだけで強烈な個性があるので、服とバランス取るのって結構難しいと思うんですよね。このコーディネートいいなと思ってきて、いざ鏡の前に立ってみるとイメージと違うことってよくあります。世の中のモデルさんはほとんど車椅子を乗っていないので、まあ、それが自分に合うかどうかっていうのはイメージしづらいので気をつけたいところです。個人的には車椅子で個性はバッチリあるので、服はほどほどシンプルな方がいいのかなって思ったりもしております。ということで、以上が個人的に服を買うときに気をつけていることを話してまいりましたが、まあ、ただこれ全ていちいち気にしていたら着れる服ってかなり限られてしまうんですよね。まあ、だから少しくらい不便になったとしても、好きな服を着るっていう自由もなくしてしまったらつまらないと思ったりもしております。